六棒星の一筆書きの例一筆書きとは、広い意味では、筆記具を平面から一度も離さず、線付けを描くことである。狭い意味では、これに加えて、同じ線を二度なぞらないという条件が加わる。筆記体の D は、前者の意味では一筆書きであるが、後者の意味では一筆書きではない。以下は、後者の狭い意味での一筆書きについて記す。三角形、八四角形。 は一筆書き可能だが、十字は一筆書きできない。また、五芒星や、白星、六芒星ダビデの星は一筆書き可能だが、アスタリスクは一筆書きができない。このように、一筆書きできる図形とできない図形がある。与えられた図形が一筆書き可能かどうかという、問題の例として、形にヒスベルクの端の問題が知られている。なお、形にヒスベルクとは、 実際にあった場所の名前である、プレーゲル川と七つの橋を示した、オイラーの時代のケーニヒスベルク現在のケーニヒスベルクの橋のリンク18世紀の初め頃に、プロイセン王国の東部、東プロイセンの首都であるケーニヒスベルクという大きな町があった。この町の中央には、プレーゲル川という大きな川が流れており、七つの橋が架けられていた。ある時町の人が次のように言った。 このプレーゲル川にかかっている7つの橋を2度通らずにすべて渡って元のところに帰ってくることができるか。ただしどこから出発しても良い街の人が行ったことはできるだろうか。1736年、レオンハルト・オイラーはこの問題を以下のグラフに置き換えて考えた。このグラフが1筆書き可能であれば、 形ニヒソベルクの橋をすべて一度ずつ通って戻ってくるルートが存在することになる。そして、オイラーはこのグラフが一筆書きできないことを証明し、形ニヒソベルクの問題を否定的に解決した。問題として示されている範囲の枠外に一旦出ると、その枠外で任意の経路を取ることができるため、指定された橋をすべて一度ずつ通って戻ってくるルートを取ることも可能となる。ただし、 いわゆる、第一からは外れる。ある連結グラフが一筆書き可能な場合の必要、十分条件は、以下の条件のいずれか一方が成り立つことである。日本の鉄道旅行において、目的地まで最短経路で移動、往復するのでなく、出発地やその近くまでの大回り切符を購入する、ことを、比喩的に一筆書きと呼ぶことがある。ただし実際には、切符の規則は、 同じ駅を二度通過してはいけないという原則によっており、この記事で説明しているオイラージである、一筆書きではなく、グラフ理論では、ハミルトンジーと呼ばれているものの規則に近い、最長片道ギップなどの途中下車扱いで、主な目的地に立ち寄ったり、娯楽として大都市近郊区間の大回り乗車を楽しんだりする、ありがとうございます。